ると香りが広がり、レンゲですくうとジューシーな牛肉の塊が現れます。こちらの牛肉麺、今年の台北国際牛肉麺フェスティバルの本社部門で金賞を受賞した一杯です。食べた人はスパイシーでしびれるような風味が感じられたと語りました。この牛肉麺のインスピレーションはマーラー鍋から得たもの、漢方薬剤やスパイスが使われています。この店の料理人は、豆板醤は四川から取り寄せている、スープから煮込みまでおよそ4時間かかると話します。鍋料理店の牛肉麺だけでなく、続いてはこちら焼き餃子のお店。店内では料理人が熱々の麺の上に牛すじ、牛すね肉などを丁寧に乗せていきます。客は普段は餃子を注文していたが、これからは麺料理にはまるかもしれない、お肉は煮込まれて柔らかいけれど少し噛み応えもあってなかなか良いですと語りました。開発者は、新しい味を開発する際は市場のニーズを考慮していると話します。この店では牛肉麺が金賞を受賞した後は売り上げが好調で、そのため供給量を倍増させることを計画しているということです。今年の醤油ベースのスープ部門で金賞を受賞したのは朗報だけでなく、鍋料理専門のマグマ火鍋と餃子専門店のパーファンユンジーが含まれました。今回の受賞についてある審査員は、飲食業界ではますます多くのグルメが複数の肩書きを持つスラッシャーのように一つの専門に特化しないスタイルへ向かっていると語りました。グルメの戦いでは新しさと変化を追求しながらも伝統と革新を同時に掌握することが重要ということです。